Hi, this is Rieh i r a m a t s u an English-Japanese conference interpreter and foreign accent reduction consultant living in England. イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松 r 恵です。Phonix シリーズをご覧いただきありがとうございます。Phonix って何という方は、プレイリストの中にあります A のところに戻っていただき、その冒頭で説明していますので、そちらをご覧になってください。 Let's begin はい、ではショーイウの夫ということでこの V の逆さまの記号がありますがこれが発音記号になりますあ、あ、という音です ではいきます。uh, uh, umbrella, up, under, until, umpire, cup, bus. これ、イギリスでも南の方の人はもうちょっとあーに近い音で言うと思います。umbrella とか bus って言うと思います。umbrella, up, up, up も って言うと思いますどちらも,もうこの音なのでこの shortu なのでどちらを聞いても分かるようにしておいてくださいで、えー、左側の下から2番目 until これは until ではありません until 後ろの方にアクセントがあるので間違えないようにしましょう次 longu です この「u という音はですね発音記号を見ていただくとこの水色の部分ですが JU そして伸ばす音の点々があります。この J というのは「イエっていう音なんですね。で点々は今「伸ばす」と言いましたが伸ばす音です。でそれで「You」という音を、あのー、発音記号で書くとこうなります。 では一つ一つ左上から見ていきたいと思います。ユユこ,ここでね、後輪筋ちゃんとこう使ってくださいし。絞ってくださいね。ユニコーン、ユーこれ名詞の時は use です。そして動詞の時は use と濁ります。同じつづりです。 u s e u n un i f o r m u n i c y c l e u k l e これ、ウクレレってこうやって言うんだって感じですよね。u で言うんですよ、ウクレレって。ユ o u k u l e l e u k u l e l e っていうかな、u k u l e l e u k u l e l e って言ったりしますね。u k u l e l e って言われたら、ユ o u k u l e l e って何って思ってしまうと思うんですけど、ウクレレのことです。 チューナ、チューンね。これ、チューナなんですが、アメリカ英語だと、トゥーナっていう人が多いと思います。その次の、チューン、チューンも一緒で、トゥーンっていう人が多いと思います。イギリスでは、チューナ、ないしは、チューナ。 チューナだったり、チューナだったりしますけども、このは、このどちらかの発音の人がほとんどだと思います。チューン、チューンとチューンもそうですこう。CH の音になるっていうことですね。そういうこともあります。チューン、チューン、どちらでも大丈夫です。では、 音声をオンにして一緒にやってみましょう。フラッシュカードでエクササイズです。Short y o u u h u h u m b r e l l a u h u、uh, p u、uh, u、uh, n d e r until a uh, umpire uh, long you 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 unicorn you you use you you uniform you you unicycle you you ukulele otsukaresama ポニックスは発音改善の基礎です。基礎固めは何事においても大切ですよね。ポニックスマスターワークショップということで3回に分けて行います。大人のやり直し英語はもちろん中高生、大学生が新しい語彙を覚えるときにも初めから正しい発音でインプットするようにしましょう。 詳細はウェブサイトに載っています。URL は概要欄にあります。チャンネル登録と高評価もお願いします。